どうも、やすよ TV のやすですが、どうも、はじめまして。はじめまして、ピナさんです。ね、ご存知の方も多いと思いますが、ピナさんと、ラウンドでね、今日20チャンネルコラボをさせていただきましたよね。はい。20チャンネル超の、チャンネルと、コラボということでさせていただきましたが、ピナさんのセッティングを見せていただきたいなと、ご紹介いただきたいなということで、はい、よろしいですか？あ、全然もう OK です。 OK ですか、はい、ベストスコアは、ベストスコアは一応66で、666アンダーで一応、はい、6アンダー。アベレージは、でも多分アベレージは多分70、まあレギュラーティーで75ぐらいですね。あ、そうなんだ。いや、でももうちょっといくっていいですか？いや、もうちょっといいと思いますよ。いや、絶対もうちょっといいと思う。ただまあパワープレイがアベレージぐらいじゃないですか。スコアをちゃんと、あんまりね、ちょっとトップシーズンだったらそうだね。あ、なるほど、冬も入れちゃう、はい、ということで、まあそんな感じの、まあ、かなりハイレベルなねプレイヤーのピナさんのセッティングをご紹介していきましょう。まあ、どれからいきますか。まあ、僕と言ったら、まあ、まあ、アイアン一応うまい系で通ってるんですけど、はいはい、まあこの、まあ確かにね、アイアンをセカンドの精度なんかは一応アイアンから紹介すると、はい、あの3番から、うん、まあ、P まで入っていて、はい、水のプロの、はい、まあ、アイアンですね、はい、あのフィッティングして買いました、うん、でシャフトは、まあ、モーダスのシステム3の125ツアーの、ね、の X ですね、はい、これ全部3番からピッチングまで、そうですね、3番から P まで同じシャフト で、まあ、一応あの名前も、うん、ピナと刻印して入れてもらいました。あ、本当だ。これなんか割り引いてもらいました。へえ、なるほど、なるほど。盗まれても大丈夫と、はい、これあれっすか、DNA、 水野の DNA ピッキングで、あの3回振ってみたいなやつですか？そうですね、あのそれでゴルフショップに行ってってやった感じで、3回振ってもこれでどうですか、はいはいはい、みたいな感じで、で3から P まで、はい、番手ずらしとかはなく、そうですね、もうそのままのセッティングで全部入ってます。なるほど。3番から P までの飛距離でいうと、はい、どれぐらいで打ってるんですか？だいたい3番で210前後ですね。210前後、はい、からまあ10ヤードぐらい、4番で205ヤード、はい、まあ、5番で195、はい、6番で180いかないぐらいですね、はい、で7が165、はい、8が150、はい、で9が140、P が125ぐらい、まあ、普通のなんかその研修生普通の飛距離セッティングみたいな感じですよね。まあまあまあ、はい、じゃあアイアンはそんな感じと、はい、まあ、アイアンが一番こう自信あるって感じなんですかね。そうですね。なるほど、はい、また次もこれで、まあ、僕の方の動画でよく出てるんですけど、ね、オリジナル、はい、まあ、ミニドライバー、はい、まあ、ブラッシーに当たるものです ね、はい、2番ウッドで、これは、まあ、これは 11.5 度が売り切れてたので、はい、当時あ13.5 度にしました。13.5 度高かったな今日ね、うん、今日使いました？使ってないですね。打ってないですよ。打たせてもらえばよかったマジで。いや本当打ちたかったですね。打感がもう本当パーシモンみたいな、ね、そんなこんな感じですね。でこれはシャフト何指してるんですか？これはディアマンの RF の 60X です、ね、これはこれもやっぱりフィッティングで、はいはい、まあ、売って一番上に出てきたやつを買いました。いやこれオリジナル1ってマジでもう売ってないじゃないですか。そうです、ね、中古でも売ってないですよね。大人気です。いやそう、あの、まあ、もともと多分多く作られてないんですよね、はい、ブラッシーは、ただこの調子乗って家で嬉しくて素振りしたらこのやっちゃうんですよね、こう擦るっていう。ちょっと調子乗っちゃうんですよね。ちょっとね調子擦ったらアイアンもやっちゃってるんですけど、9番やなきゃ。これ本当ちょっと後悔しますね。ピナはやっちゃいがち。これ家で素振りしがち。家で絶対しちゃダメですね。ピナ目も家で素振りしがち。いやでもこれ今度打たせてくださいマジで。はい。でもドライバーもね、打感がちょっとあれなんですけど特殊ですよね。ちょっと特殊ですね。初めてじゃない？見たの。これ多分使ってる人、まあ、俺は見たことないですね。ビッグフラッシュで。ビッグフラなんですけど。この見たことない色の、ちょ見てください、これロフト 5.0。 とりあえず低ロフトのやつを探して見つかったのがこれと、ドラコンですよね、これ。なんかエッグのエッグドライバーで7度があったんですけど、さすがにこっちにしました。なるほど。これは、はい、何インチぐらいで組んでるんですか、こっちは。
インチは僕多分その 45.75 でちょっと長めをちょっと長くてちょっと振りたかった時期がありまして、で、こちらシャフトが、シャフトがこれはもう天聖 JV シリーズのエビブルースね、はい、の 65S と、まあ純正品ですね、はい、やっぱ飛ぶもんね、飛ぶ飛ぶ、行ってみるともう全然離されてる、そう、ピナさんもね、あんまり振ってなさそうなのに、でしかもどっちかというとフェード系で、はい、あんまりこう飛んでる感じ見えないのに、行ってみるとめっちゃ前にいるみたいな、340を普通に置いていかれるから、本当にびっくりしました。ウェッジ系行きましょうか。ウェッジはもう通常の、まあ、ボーケウェッジですね、同じ長さに58、52を振る、同じ長さで組むんですか、はい、ウェッジはもう同じく振りたいイメージがあるので、そうなの、本当に純粋にロフトの差で、はい、飛距離を打ち分ける、ベッタベタに、そうです、短くした分、そっかそっか、はい、バランスが出ないバランスつけてもらって、なるほど、これはもう、まあ、2年ぐらい使ってます。あ、ちょっとこの 58? はい、なんかすごい綺麗ですね、一時期水野、やっぱり水野に揃えたかったので水野使ってたんですけど、ウェッジの、ウェッジはやっぱりボケの方が打ちやすいかなっていう感じ。 SM7 か、7ですね、そうなんだ、じゃあ7出たての頃から使ってた、そうですね、出たての頃買ってって感じです。なるほど、525パターシャフトは純正の、まあ、ダイナミックオールドの S2 ですね、こちらパターパターパターは、まあ、ちょこちょこいろいろ変えたりはしてるんですけど、はい、パター今日入ってました、ね、今日入ってましたね、マジで。これはもうなんか昔宮里アイプロが使ってたらしいやつを、ホワイトアイス使ってましたね、はい、そうなんですか、グリップも当時のままなんで、もう汚いですけど、いやでもこの細グリップなんかすごい良かったんですよマジっすか、なんか俺こういうマレット系に細グリップってなんかあんまり使ってる人少ない印象だったんですけど、これね、なんか一回打たせてもらったらすごい良かったです。今の主流はもうちょっと太めのっていうグリップですよね、一応、ね、こんな感じで、はい、ちなみに、はい、じゃ最後ボール何使われてますか。ボールは昔は、はい、まあ、ピナクルを使ってたんですけど、はい、そこから来てます。それでピナさんなんですね。最近は初めて最近はギネス。ギネス。最近ギネスボール使って。通称ギネスボールの、まあ、最近は、ね、はい、キャロウェイのクロムソフトですね。で、まあ、この線が入っているので、あのパター合わせやすいのと、はいはいはい、安いんで買いました。なるほど。たまたまこれ合わせた時によく入ってたんで、まあ、そういう験担ぎではないんですけど、ね、あとはちょっと小ネタになるんですけど、小ネタ、やっぱティーを長さ、ドライバーの時のティーの長さって多分ちょっとずれただけでもやっぱ球質って変わるので、いつも同じ高さになるように、こう一番良かった時の高さにこう合わせてますね。このままずっと回して、はい、もうこの高さで全部統一して、やっぱなんか高さをちょっと変えていつも通り振ろうとすると球質が、まあ、やっぱ変わってしまう時があったので、なるべくも同じ感覚で振りたいので、じゃあどっちかっていうと本当に同じ球を打ちたいって感じですね。そうですね、ちょっと色気出して振っちゃうとやっぱミスるんですけど、やっぱなかなかこう18ホール歩いているぐらいのリズムで終われれば、そうなんです、じゃあ本当に同じことをこう淡々と、そうですね、淡々ともう感情の起伏もなしに、まあ、普通に、まあ、平常心っていうか、一つのねゴールですよね、まあ、淡々、まあ、アウさんもそっち系ですよ ね、うん、だから淡々麺か、淡々麺か、私の昼はマジで淡々麺、もう淡々で、なるほど、これ俺はあんかけチャーハンだ、昼きっとやっぱ淡々麺はい、ということで、ピナさんのね、はい、セッティング、クラブセッティングでした。ピナさんは、こちらのね、はい、通り関東からさんにちょっとまた言ってますけど、はい、いらっしゃいますんで、ぜひ皆さん、かなりいいコースでしたね、はい、素晴らしいコースでしたんで、続きは、うん、僕がピナさんの、ああそう、セッティングを撮る、そうそう、またセッティングね、セッティング、この動画の追いセッティングやるね、追いセッティングしようかやるそう、追いセッティングするんで、見てください。この後アウサン2で見てください。はい、見てください。まだ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 これじゃ紹介しきれてない。ま、しきれてないんだね。まだ魅力が、まだ奥が深いということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。